同じクラスの宮村ですよ、堀さん。はぁ、知らなかった。誰とも関わらず過ごしてたから。いつも笑ってるから。私たちはある日秘密でつながった。本当に同一人物？やっぱり暗くてオタクと思われてた。家はケーキ屋らしい。私がもっとしっかりしなきゃ。強い人だと思ってた。だけど俺は堀さんが頑張ってること知ってるから。宮村、世界が少しだけ変わり始める。なんか面白いな、お前。またね。誰？逃げんな、今大事なんだ。まだ知らないことだらけだけど、この時間は俺だけのものだって思うし。堀宮。